平野翔のオラオラな一面に迫るアイドルからアーティストへの進化を徹底解説平野翔はその完璧なイメージの裏側に自分の欠点や弱さを隠さずに見せることでより多くの人々に共感を呼んでいます平野翔はその輝かしいアイドル時代の一方で彼の持つオラオラな一面が注目を集めていますかつてキラキラ王子様として多くのファンに愛された彼が 最近ではより男らしく、時には荒々しい一面を見せることが増えました。これに対する反応は賛否両論ですが、それも彼が複雑で多面的な人物であることを物語っています。特に最近のインスタライブで見せた、ヤンキー風の話し方が話題になり、その影響で一部のファンは彼の変化を、怖いと感じ、距離を置くこともありました。しかし、別のファン層からは、 むしろオラオラな平野くんが好きという肯定的な意見も多く寄せられています。このギャップは彼が単なるアイドルではなく内面に多くの魅力を秘めた人間であることを示しています。彼の過去を掘り下げるとそのヤンキー的な一面が母親譲りであることが明らかになります。母親が元ヤンキーであったことは彼自身もテレビ番組で明かしています。平野は怒ると掃除機を振り回して殴られた。 という強烈なエピソードを語り、スタジオを驚かせました。こうした体験が、彼のやんちゃな幼少期に影響を与えたのかもしれません。実際、平野は幼少期に高いところから飛び降りたり、電柱を殴って骨折したりするなど、非常にやんちゃな子供だったようです。彼のジャニーズ JR、時代の同期であるカオアン、岡本も、平野白素ヤンキーだった、と暴露しています。こうしたエピソードから、 彼の持つワイルドな一面がが形成されたことが伺えますしかし、こうしたヤンキー的な一面は、キング・プリンス時代からファンの間ではすでに知られていたことです。そのため、今回のインスタライブが原因でファンが大量に離れていくことは考えにくいと言えます。むしろ、彼の新たな側面を知ることで、逆に新しいファンが増える可能性もあります。特に、 彼のストレートな物言いと本音を隠さない姿勢に惹かれる人々が多いようです。平野自身も過去のインタビューで、王子様と言われるのは正直恥ずかしかった、歌ったり踊ったりするのは楽しいけど、胸キュンのセリフを言うのは苦手、アイドルに向いていないと発言しています。これらの発言から、彼がアイドルとしての自分にどこか違和感を感じていたことがうかがえます。彼の本質は、決して、 王子様キャラに収まるものではなかったのでしょう。旧ジャニーズ事務所を退所し、彼はアイドルという殻を脱ぎ捨て、新たなステージに向かっています。もともと、彼の歌唱力やダンススキルは天才的と評されており、これからはアーティストとしての彼の本領がますます発揮されることでしょう。彼の目指す先は、よりストイックで男らしいアーティスト像かもしれません。ファンの中には、昔のキラキラした平野くんが好きだった。 という声もありますが、彼が変化していく姿に期待を寄せる声も少なくありません。特に、彼の自然体でありながらも力強い存在感が、多くの新規ファンを引きつけているのです。平野翔は、アイドルとしてのキャリアを経て、より深みを増した人間味あふれるアーティストへと成長しています。彼の魅力は、単なるルックスやパフォーマンスにとどまらず、彼自身の意気揚やその率直な言葉にあるのです。平野は、 王子様として憧れられた過去を振り返りつつも、今では自分らしさを前面に押し出すことを選んでいます。これは、彼がアイドルから一歩踏み出し、よりリアルで、より自分らしい道を歩む決意を示しているといえるでしょう。今後、彼がどのような方向に進んでいくのか、注目は高まるばかりです。彼のオラオラな側面も含めて、ますます多面的な魅力を放つ平野翔のこれからが楽しみです。 そして、この変化こそが彼の真の魅力であり、彼がファンに愛され続ける理由なのかもしれません。平野翔のこれまでの歩みを振り返ると、彼は一貫して自分自身と向き合い、周囲の期待に依頼ながらも、自らの本質を見失わない姿勢を貫いてきました。アイドルとしての王子様キャラや、ファンが求める完璧な存在というイメージを背負いつつも、 彼自身ののの内側にににはは常にその枠に収まらなないいい強い意志があったのではないでしょうか。例えば、彼の歌やダンスの才能は、キング・プリンス時代から多くの人々に称賛されてきましたが、それに加えて、彼の人間らしい一面、素直さや率直さが多くのファンに響いているのです。平野は自分がアイドルとしてどのように見られているのかを自覚しながらも、それに完全に依存することなく、 むしろ自分の個性をしっかりと守り続けています。それがファンにとっての大きな魅力の一つです。アイドルという職業は一般的に完璧さを求められがちです。特にジャニーズに所属していた頃はそのキラキラしたイメージが強調されていました。しかし平野翔はその完璧なイメージの裏側に自分の欠点や弱さを隠さずに見せることでより多くの人々に共感を呼んでいます。 彼が胸キュンのセリフを言うのが苦手と語ったり、やんちゃな過去を隠さずに語ることで、多くの人が、彼も自分と同じ普通の人間だと感じるのではないでしょうか。そのため、彼の変化は単なるイメージチェンジではなく、むしろ本来の自分を解放する過程であると捉えることができます。平野がアイドルとして活動していた頃、ファンは彼を王子様として理想化し、その輝きを愛していました。 しかし、その輝きの裏には、彼自身の葛藤や、本当の自分を表現したいという強い思いがあったことは想像に難くありません。彼がインスタライブやテレビ番組で、ヤンキー的な一面を見せることがあっても、それは単なる演技やキャラクター作りではなく、彼の一部として存在しているものです。彼が幼少期に体験したことや、家庭環境で培われたものが、 彼の現在の性格や振る舞いに影響を与えているのは明らかです。そして、その部分が彼をただのアイドルから、より深みのあるアーティストへと成長させているのです。ファンが離れていくリスクがある一方で、こうした率直な姿勢が新たなファンを引きつけていることも事実です。現代のファンは、ただ美しく完璧な偶像を求めるだけでなく、その人の内面や、素顔に共感し、応援したいと思うようになっています。 平野の変化は、まさにその期待にいられていると言えるでしょう。彼の、ヤンキー的な一面も含め、これまで見せてこなかった新たな一面が、ファンの心に響き、新しいファン層を引き寄せているのです。さらに、平野がアイドルに向いていないと感じていた部分は、彼のクリエイティブな才能がもっと自由に表現されるべきだという考えに基づいているのかもしれません。彼は歌やダンスだけでなく、 自分自身を表現する場として、よりアーティスティックな活動を望んでいるのではないでしょうか。彼の音楽活動やパフォーマンスが、これからさらに進化し、彼自身のスタイルを確立していく様子が期待されます。平野翔がこれからどのように進化していくのか、そしてその過程でどのような新しい姿を見せてくれるのか、ファンにとっては楽しみなことです。彼のオラオラな一面も含め、 その多面性が彼の魅力をさらに深めていることは間違いありません。彼の成長を見守り、彼が本来の自分を解放していく姿に、今後も目が離せないでしょう。